皆様ごきげんよう。ゆみの部屋へようこそ。風間ゆみです。ゆみの部屋とは女優さんをお呼びしていろいろとお話を伺っていく番組です。今回第4回目になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。ゲストをお呼びする前にお便りが届いてますので、まずご紹介したいと思います。オリンピック・パラリンピックでゆみさんの心に残っている競技やエピソードは。今年は結構家にいる時間が多かったのでいろいろ見ましたね。初めて見る競技もあって、その中でも面白かったのはスケートボードと、あと自転車の BMX。 すごいエンターテインメント性が高くて見ててワクワクして魅力的でしたね。ちょっと聞こえますかね、なんかあの工事の音が聞こえます？隣でねちょっと工事やっててうるさいんですけど、すいません、ちょっと我慢してください。それとなんだっけ、パラリンピックか。パラリンピックはあれかな、車椅子バスケ初めて見たんだけど、すごいスピード感と激しくぶつかり合うのがすごくて、あと転んでもまた起き上がって突っ込んでいく姿とかがかっこよかったですね。では第4回目のゲストをお呼びしたいと思います。正田千里さんです。こんにちは、正田千里です。よろしくお願いします。久しぶりですか？いやね、先週ね、ちょっとそうですね、あったんですよね。1年9ヶ月ぶりぐらいにね、ちょっと今日はなんか照れくさいですけど、いろいろ聞いてきますので。本当ですね、はい、よろしくお願いします。では座りましょう。はい、はい、緊張しよう。よいしょ。ゆみの部屋。それではいろいろと聞いていきます。はい、よろしくお願いします。最初のトークテーマはこちら。こちら、イメージ通り正田千里ってどんな人なの。すごい、こういうのが出るんですね。出るんですよ。イメージ通り、イメージ通り、人から言われる性格、面白い、変わってる。え、変わってる？変わってないよね。変わってはない。すごい仕事真面目だもんね、二人ともね。真面目、真面目だよね、基本ね。真面目だよね、仕事以外でも。真面目な気がするな、こう見えて。どう見えてるか分かんない。でもなんか面白いって言われることが多い、ね、でもなんだろう、なんか笑ってるイメージが強いじゃない。大きな声で。そうですね。だって一緒にご飯とか食べ行って、トイレとか行くとトイレまで聞こえたりする。まあね、何人かいた時だけどね、トイレまで何喋ってんだろう、すごい笑ってるって。また通るからね、声がね、ただ通っちゃうのだと声がでかい。ゆみちゃんが落ち着いてるトーンだから、私はちょっとこうね、通らないし低い感じだから。いやいや、そのことないんだけど、高いしね。私の方が年すごい上なのに、すごい私の方がなんかお嬢ちゃんみたいなね。そんなことないよ。面白い、そうだね、面白いって言われることが多いですね。別に、ね、現場でも何でも昔から、よく喋る。よく喋るっていうか、よく喋るね、身のないことをね。そうなんない。自分の好きなところ、自信のあるところ、前向き、ポジティブ、切り替えが早い、そうね、切り替え早いよね。なんかあれじゃない、あれもあるよね、撮影の時とかも本番前までめっちゃ笑ってるけど、本番になったらちゃんと切り替わるっていうか、そのスイッチの切り替えがすごいパッと早いかもしれない。恥ずかしいじゃない、だって。私もそうだね。カメラのね、カメラが回ってない時にちょっとまだね、気持ち入れます、ね、気持ち。そう、それも恥ずかしがり屋に出るよね。確かに、そうそうそう、逆に恥ずかしいんだよね。そう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 、だからすごい本番の中でしか、で集中して多分やるけど、スタートってなってからじゃないとね、とね、なかなか風間由美出せないわ。そうなんだよね。そうそう、
それとかすごく似てる。みんな共通点ないのかなって思ってるかもしれないけど、すごい共通点が、そういうところがすごいあって、そうそう。今欲しいもの。今欲しいもの。ここにはね、チケット運、スタミナ。ちょうどあれかな、なんかあのチケット申し込みかなんかしたのかな。まだいろいろ見に、まだっていうか、今は何を今は、好きなアーティストと、でも子供が同じファンクラブに入ってるから、どっちかが当たる可能性があるんだけど、あのすごい応援してるアイドルグループがあって、それはすごい倍率が高くて、であとコロナ禍でやっぱ収容が 50% だから、今年は当たんなくて、行けてないんだ。行けてないの。でもあの来年ちょっと会場が大きくなるから、その時に当たってほしいなっていう多分願いを込めてそういうあれだったね、でもよく行ったもんね。よく行った ね。コロナ前、まあ、外国のアーティストとかね。そうよね。行った、今来てないからね、あの音楽、レディーガガとかね。そうそう、レディーガガとマライア・キャリーと、マドンナが行ったね。マドンナは行ってないかな。行ったよ。行ったっけ。それ私だ。そう、違うやつで。そうライブ行ってないでしょ。ライブ行ってない、行ってない。一番最後私多分何か見に行ったのって相撲じゃない。そうかも ね。でもあれはチケット取ってもらってるやつだからね。結構ね、いろいろ行ってたよね、そう言った。だってフェスも行ったじゃん。フェスも行ったし、ロッキンジャパン、もうこんなもん、ニューハーフショーとかもね、行ったり。もうロッキンジャパンのフェスの格好で旗作業みたいだね。そう、全然誰も風間由紀だと気づかないだろうなって。茨城のね、あの公園にね、舞い降りたよね。ひたちなかかな。そう、ひたちなかで。楽しかったな。楽しかった。フェス行きたいと。誰も誘ってもらわないとなかなかね、行けないから。そうね、一人ね、チケット取れててね。そうそう。ちゃんと、あれじゃん、あの、紹介みたいので行ってるから、チケット取ってないんだよね、あれね。そう、関係者パスで行く。楽しかったよね。また行けるようになったらね。行きましょう。行きましょう。そういう共通点はすごいね。そうだね、なんか楽しいとかが一緒だとね、楽だよね。わかんないけど。ユミの部屋。一番高いお買い物はネックレス。ネックレス、あ、40歳の時にね、ネックレス買いましたね。今日つけてやるでしょ。見えないし、あとでハイネックレスみたいな。そう、40歳の時になんか買いましたね。高いっつったって全然そんな高くないですよ。高くないですよ。もういくらか忘れちゃいましたけど、なんかみんな多分車とか家とか言うのかもしれないけど、バッグとか時計とか。私もないんだ。なんかあんまりそういうハイブランドに興味がない。あ、そうだよね、そういうイメージある。なんか40歳の時に買って、逆に50歳の時は何も買ってないとかって思うんだけど、50歳で何も買ってない。そういえば、でもそういう時期じゃなかったじゃない、別に今いらないって欲する時期じゃなかった。そうなんだよね、別になんか50だからって50っていうね、記念みたいなね、なかった、なんか衝撃の方がでかかった。あ、もう半世紀生きたんだっていう。これからどうやって生きていこうみたいなの方が多くて、余裕がなかったかもしれない。なんか買った？40歳の時。私は何も買わない。買ってない。なんか、自分、買わない。自分のご褒美は買わないの？あんまり買わないね。あと、誕生日とかじゃなく、なんか欲しい時には買うかもしれないけど、そんな大きい買い物しない。そうだよね。ゆみちゃんもそうだよね。なんか、ギラギラみたいにつけてることないもんね。ないね。あんまり興味ないかもね。そうだね。まあいただいたら嬉しい。あのいただけるさ、別に大体ありがたいやつ。そうそうそう、いただけるとしていただいたものだったりする。そう、興味ないけど、あのそれは嬉しい。それは嬉しい。いただけるものはだって真心だからね、嬉しいよね。そうです、すみません。そうです、すぐ脱線しちゃって。スタイル維持、美容で意識していること、寝ること、笑うこと、まあ大事だよね。そう、一番そこが大事。寝れます？寝れるけど現場の前の日は寝れない。だよね。スタッフやってる時もね、なんか遅刻しちゃって、まあね、時間がね、あと現場をバラしちゃいけないっていうプレッシャーとかあって寝れないんだけど、夜中になんかバッて起きたりとかして、でも現場終わってその日の夜はすごいぐっすり寝れる。私その日の夜も寝れない。わかる。覚醒してる時もあるよね、作品による。疲れてるんだけど、体も脳も疲れてるんだけど寝れなかったね。そうそう、ちょっとね、興奮しちゃってね。続くとやっぱ大変だよね。そうだね。
確かに、あ、うん、そうかもな、うん、裏方の方は寝れるけど自分の作品の時は寝れないかもしれないな、うん、結構なんかぼーっとすることが多いかもしれない、うんうん、なんか沈静化させるっていうか、うんうんうん、そうね、うん、なんか一旦こうちょっと落ち着いて寝るみたいなね、うんうんうん、そう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 、眠たくなったら寝るみたいな、うんうん、それでは、はい、次のテーマをちょっと今ラジオっぽくて、次のテーマにしますね、次はこちら、ストレートすぎる正田千里の恋愛事情。あ、そうなんだ。アンケートを事前に書いてるんだけど、皆さんの見た結果がこういうことってこと、ストレートすぎるってことか、多分これを見たスタッフが正田さんストレートだなって思ったんじゃない。告白するシチュエーションは、うん、2人になるきっかけを作ってストレートに、うんうん、自分から言いますか、うん、まあ、でも分かるよね、なんとなくね、なんか自分から好きっていうよりかは二人っきりにまずなるから、あんまり男性と二人っきりになることなくない、ないね、二人っきりになるってもう結構いいっていう人としかならなくない、私はでもご飯食べにとかも普通に行くから、あ、二人っきりでも、うん、あ、そっか、それが私がない、そういう、そう、そういう感情なくてもって言うとちょっとあれだけど、うん、なんか一緒に飲んで楽しいだったりとかする、それは、それはない、男と友達、そうだね、全く別の、うんうん、一回なんか食事会でこう知り合ったような人とかと、うんうんうん、今度じゃあ二人で行きましょうみたいになったりとか、うんうん、そういう、でも友達、でも友達がいないからか、そういうね、友達、うん、いたら全然行くと思う、私も、うんうんうん、でも今の環境だと、うん、なんか二人きりになるっていうふうになるときは多分なんか男として多分好きだなっていう人と、うん、そういう気持ちがある人、気持ちがある人と行くっていうのが多分バッてひらめいて喋ったんだと、うんうん、あ、書いたんだと思う、うんうん、告白ね、告白はしないかな、うんうん、告白ってなんかなかなかしないよね、もうなんとなく、うん、だってゆずちゃんだってそのなんかお友達とお食事するっていうのは、うん、多分向こうもそういう感じで接してるからあるじゃん、うんうん、でもちょっと好きだなって思ってる食事代とまたちょっと近くない、うん、気持ちが、うん、ね、そうだね、そういう時はなんか、あ、やっと2人きりになったシチュエーションだねってなれば、なんか向こうも多分そういう風に思ってくれるだろうし、うんうん、告白ってされたことある？だって付き合いましょうって言われなくない？付き合いましょうって言葉はなかなかないよね、ないよね、なんか好きですもなかなかなくないよね、なんとなくでさ、なんとなくだよね、うん、なんとなく、じゃあもうそういう感じなんですね、うん、みたいな、そうだね、うん、こうやって付き合ってんのどうなんだろうみたいなね、うん、言葉でってなかなか、そう、あと意外とその友達以上恋人未満みたいな関係もすごい好き、うん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 、曖昧な、うんうん、のもいいかなっていう、うん、なんか告白っていうのはしないですね、うん、ちょっとここには書いてないですけど、うん、相手を選ぶとき見た目、性格、相性、うん、内面、なんて書いてあるかなって、内面かなって、あ、性格ってことかな、好きな、好きになるタイプとか、そういうこと、好き、そうそう、なで見た目、性格、相性、何をこう重視するかみたいな、そうだね、なんか一目惚れがない、あ、うん、一人ぼれある、でもさ、全然タイプじゃない人、あれ、なんかこの人気になるみたいな、私は割と最初でわかる、あ、もうでもほらジャッジがあるよね、うん、あ、なんか好きか嫌いかのね、う、うん、あとなんかあるかないかみたいな、あとはその人がどういう性格かとかこうね、うん、いれば知ってくし、うんうんうん、絶対なんか好みじゃない人がから転換することはないもんね、うん、ちょっといいなみたいな、割となんか気になる人、あ、ありかなしか、ちょっとありで、うん、あ、ちょっとなんか男の人として結構素敵かもみたいな、うん、そっから入ってどんどんね時間かけて、うん、そうだね、時間かかるかもな、うん、好きだなっていう人は時間かかる、うん、だからなんか6年に1回ぐらいしか現れない、5、6年に1回とか、うんうんうん、なんだ今の笑みは、なんですか今の、そうだねってそうね、そういう話を普段してるからね、うん、内面でしょやっぱり、なんか、私でも全部取るって言ったの全部そう、もうなんかでも分かるけどね、全部揃ってるから好きになる、うん、でも結局はまずさ、ね、その見た目っていうか、そのなんとなくのこの雰囲気、うん、そうそう、雰囲気だし、そうそう、もうね、あと何人こう好きになるか恋愛するかも分かんないし、うん、そうですよ、うん、だから全部一応、うんうん、確かにね、うん、全部一緒、うんうん、全部入ってないとね
仲良く過ごすための秘訣は対話。誰と？男の人と。そうかな、まあ、彼とかがいた。あ、そうだね。対話じゃない？うん。確かにね。するよね。うん。男性と女性はやっぱ違うからね。そう、犬と猫ぐらい違うからね。初年代と全然、多分。一つの物事に対しては全然価値観が違うからね、うん、言わないとね、うん、でも察するタイプでしょ。私はね、あと言えないじゃん。わかる。そう、察するタイプでしょ。勝手に察してるけどね、うん、それが正解か分かんないじゃん。そうそう、結構でもそれで勝手にこうだなと思って、そうね、自分の中でも、うんうん、整理して折り合いつけてしちゃうから。でもそれで気づいてくれたら、うん、あ、なんか私がそう思ってて気づいてくれてるんだなって、結構めんどくさいタイプだったしね、うん話せば話すと今こうやって話してくほどそうだ ね。あと全然ストレートすぎるじゃないストレートすぎなくない？そうね、うん、でもあの分かると思います、まあ、性格とかそう、うんうんうん、まあ、そう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 だから対話対話は大事よね、うん、そう私も大切にしようって。そう、なんか例えば自分が切り出して、なんかこれは聞いた方がいいかなって聞いた時にちゃんと答えてくれる人がいいじゃん、うんうん、だってもうひねり出して言ってるからさ、うん、やっと出たの、ね、やっと出たの、やっと出たのちゃんと、うん、あ、そんなこと思ってたのって、なんかこうだよって言ってくれたら安心するみたいな、うんうんうん、確かにそういう対話です、うん、大事ですね、うん。ユミの部屋。運命の赤い糸は、縁を感じるときはどんなときですか？運命の赤い糸、うん、はありますか？運命の赤い糸あると思います。まあ、多分縁を感じるときはあるってことなのかな。運命の赤い糸、うんうん、運命は感じますよね、うんうん、恋愛だけじゃなくて、うん、もう全てにおいて、うん、そうだね、うん、あ、なんかだって AV 業界に入ってきてゆみちゃんと出会うのも運命だし、うん、同じ業界に全然生き方違う、年齢も違うのに、うん、同じ業界に入ってきてたくさんいる女優の中で、うん、女優さんの中でなんかゆみちゃんと出会うっていうのも、あ、運命なのかなと思うし、うん、長くねずっとこう付き合ってるのもそうだし、うん、私はそう、この業界で初めて、うん、なんだろう、仲良くなったっていうか、こうプライベートでね遊んだのが、うん、私たち翔太さんだから。いけない時代だったもんね。そうそう、他のプロダクションで、ね、うん、電話ね、今もそうかもしれないけどね、うんうん、ナンパしたんだ私あれだよね、共演した帰りに飲みに行ったんだよね。その前だっけ。その前にあの現場で同じ作品じゃないんだけど洗面所で一緒になって、その頃ゆみちゃんは加圧に通っててここに金なんかこう赤い受け付したような。そう、それででも私は風間さんのことがすごい気になってて、この人なんかすごい気になるなと思ってて、なんか多分シンパシーみたいなのを感じてて、あって、風間さんってあのロシアがなんかのハーフなんですかって言って声をかけたのが最初です。それ覚えてないな。そう、すごい、いや違うよ、誰日本人だろさらっと、そうさらっと洗面所で会ったの。それが一番、そう、それが一番最初で、その後に、うん、あのなんか中野かどっかのスタジオでインケージュ、インケージュだよね。インケージュの時に共演して、あれ2日目だったよね。2日撮りだった。一番最初がパッケージ、うん、で2日目がさ西荻窪のスタジオだった。そうその帰りにね、そう飲んだ、そう、うん、タンカタタンカなんかタンタタタンタタンだっけ。その頃タンタガタン飲んでたんだ。そう、居酒屋行ってね、うん、そう中野だよね、行ったので、ね、うん、確かね。しかもその時の作品で私泣いてんだよね、なんか。なんで？なんかね、ネズミ工場やってて、インケージュって言って、インケージュが男性器みたいな、そう、植木鉢みたいなね。まだ動画で、そう、まだ見れると思うんですけど、うん、あれの作品の時に確か泣いちゃったんだよね、芝居の中で。そうで、なんか意外とそのなんていうのかな、その現場がすごい楽しかったのもあるし、うんうん、作品も面白かったし、なんか初めてそういうちょっと対峙するような役柄の中で、うんうん、なんか
高揚感でちょっと誘ってね、まあ、仲良くなりたかったし、うんうんうん、行きましょうよなんつって行ったよね、うん、高津を願ったんたかたんでしょ全然言えない噛んじゃってたんたかたんか、うんうん、なんか好きな人、うん、自分が好きだっていう人はちょっと積極的に声はかける最初ね、うんうんうん、その後の展開はじゃあお互いに任せるけど、まあねうんうんまあ、それでね離れていく人もいればね長くね付き合う人もいるし、うん、じゃあ次のテーマをいきますか。はい、こちらです。うん、国宝は風間由美、国の宝、国の宝AV 業界だから国の宝ね。やだお茶飲も私も今お茶飲んじゃったでもそうじゃないですか。いや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 、ねね、でもそうやっぱ尊敬してるから好きっていうのもある。女優さんが仲良くなるのはやっぱ仕事ぶり見て、あ尊敬できるなとか、なんか素敵だなとか、あと、まあ、自分と同じ感じっていうのもあるかなっていうのもあって、そう国の宝じゃないですかあえてこういうところで言うのすっごい恥ずかしいけどでもやっぱりなんかさっきもまた話戻るんだけど、由美ちゃんも現役でまだすごいトップとして頑張ってて、なんか友達たちもこの業界、あたと業界で頑張っててっていうのはなんか励みになる、うん、いつまでも励みになる。それが自分の立場が変わってもなんか業界で頑張ってくれてる人たちがいるっていうのはなんか嬉しいなって思う。由美の部屋、じゃあ最後になりますね。はい、最後、はい、あっという間。最後に、はい、正田さんの座右の銘を教えてください。はい、よいしょ。アンケートとは違うんですけど、うん、健康第一ですね、うん、なんか多分続いてるよね。なんかこう、うん、精神的にも体的にも健康第一じゃないと始まらない。まあ、あといいもの取れないよね。こっちがね、ちょっとそういう状態じゃないと見てる人がね、やっぱ楽しむものだからね。気持ちも体も健康で。そうそう、大きく言ってしまえば私たちってやっぱりエンターテインメントに関わっているお仕事であって、多分作品を手に取って見てくださる人たちは私たちに癒しを多分求めているから、なんかやっぱりこう。そういう表情作りだったりとか、体調面だったりとか、なんか健康でいればなんかこうね、そういうなんかいいオーラみたいなのが出るんじゃないかなっていうのも思うし、それはファンのためもそうなんだけど、自分のためにもなんか精神的になんかこう落ちてる時とかは多分なんか迷惑をかけちゃうし、自分も楽しくないし、体が痛いってなるのは自分が辛いしみたいな、なんか全てにやっぱ50過ぎるとこれが一番大切だなって思う。確かにね、自分がやりたくてオファー回っても健康じゃなかったらね、そう答えられないもんね。そう、なんか頑張ってやるけどね、でもそれとはね、またちょっと無理しすぎちゃうとね、ヘルシーですかね、やっぱね、ヘルシーな人生というか、大事ですね、健康ね、皆さんも健康第一で頑張りましょう。ということで、あっという間でした、ね、あっという間でしたね、すごい真面目に語った。なんか言いたいないこととかないですか？ないです。でもなんか多分私、これ由美ちゃんのお部屋を覗いてくださる視聴者の方とかはなんか一応ね、仲がいいっていうのを知ってくださってるから、2人はどんな感じなのかなとか、どんな心がけで仕事してるのかなとか、なんで仲良くなったのかなとか、そういうのは多分知りたいと思うから、それは多分お届けできたと思います。友達ならではのいただけたかな、ね、じゃあ、はい、ということで、はい、本日のゲストは正田千里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。